相良義祐、相良義祐、相良義は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日後の武将、戦国大名、相良氏の第十八代当主。署名は、よりふさで、将軍、足利義輝の返記を受けて義とした。なお、義祐の読み方は、相良義祐書上内氏の差し出しに義しとある。天文十三年、1544年2月8日。 相良春広の着男として貴乗村上田の館で生まれた。陽名は万光丸、一万光丸という、天文十八年、1549年8月、同年同日生まれの所定、特地よ、頼り佐賀を候補から外して、家徳争いを避けるべきという老身の勧めで、晴広氏は、相良思想家の生死は万光丸であると公に、定めた。宝寺元年、 1555年8月12日に、父、晴弘広氏が死去し、12歳にして、家督を継承して、人吉上主となった。幼少であったこともあるが、もともと父の時代にも強い影響力を持った外祖父の上村雷教が実権を引き続き握った。雷教は、晴弘広氏に代わって、高上根城、八代城に入って補佐することになった。同年9月26日、 天草直主が使いを送ってきて、長島鎮信が出奔して、相良氏の領地となっていた長島に、直主の弟を入れて、相良氏か、長島氏を名乗らせたいと希望してきたが、万光丸はこれを拒否し、熊野武行と協議して、日後守護で2年後には、九州短大の地位にもつく文後の大友義茂に、採決を委ねることにした。結果的には、天草直主の願いが叶い、道崎城には、 天草越前世、越前守が入ることになった。工事2年、1556年正月18日、阿蘇市に外交像を派遣して和を凍うた。阿蘇市とは、菊池義武の騒乱の後から、緊張状態のままで、これは、上村雷京が、若年の主君を報じて戦う不利を感じて、和議を進めるとしたものである。2月9日、元服市。 署名を頼房と名乗り、通称を白太郎とした。同年6月27日、シャバカミ峠で、阿蘇市と宇ド市、縄市と相柄市の老人が会合を持った。同じ月の29日、天草の相本市の上津浦を攻めたので、頼房は佐敷より兵を出して、これを防がせ、さらに後田浦の兵を小詰めとした。先代の晴弘氏の頃より、 薩摩国大口を併合するという野望を、相良氏は持っていたが、同地には、西原坊という勇士がいて、これを阻んでいた。工事2年、1556年に、相原よししゅの次女が、ひしか10人に嫁ぎ、この結婚でよりふさと10人が居むことなったことから、この木に、両者は図り、大口城主の西原に、10人の妹を嫁がせて、ひし氏家宇神の栗辰島をつけ、 大口城奪取の機会を伺わせた。ある時、西原が病床についたのを見計らい住人は八十四名の兵を城中に乱入させて放火。西原は州都の住人を恨みながら家中に没した。住人は大口城をよりふさに献上し、それ以後は熊、八代、足北の兵船を交代で入れ、東団、正忠、長兄丸目らいび。 赤池町人を交番で守らせた。同年七月、東郷相模神が、岐州下の三女との婚を求めてきたので、ふさはこれを許した。伊作島津氏の島津忠義はこれを祝して、大口領を割譲し、その後、三女が、東郷家に嫁いでいった。同じ頃、天草で騒乱が起こると、相本氏、四季氏、有馬氏の連合軍に対すべく、天草氏、 植津浦市、大屋野市に加勢するために、こちらにも、万兵を派兵している。工事三年、1557年2月21日、植村来京が死去したため申請を行えるようになったが、この時、頼房の家督相続に不満を持っていた叔父、植村頼隆が、弟の植村、来県、稲留長蔵と共に、頼房に対して、無本を起こした。 三人は寄草を打倒し下がら領を分割支配しようとしたが、家臣団の支持は集まらなかった。寄草は、老臣と協議して、まず6月10日に、豊福城主の来剣を八代の兵で撃ち、伏前寺に逃げた来剣を捕らえて、同月13日に切った。雷隆は、釘の城にこもったが、寄草の法院軍は、雷隆の援軍に来た錦狩十人も帰り討にし、 7月25日に、これを落として、雷隆氏は、ひしかりに逃亡した。殺軍の増援を得て、大畑城、上村城、岡本城を攻撃して鎮圧。雷隆氏、長蔵は、北原氏を頼って、日向井野に逃亡した。後の永六三年、1560年、僧を派遣して説得した結果、7月29日に、死卒700名と共に、 大隆が、その後に、彫像も起産するが、これは、義兄で、ほとぼりの冷めた、a 六十年、1567年に共に、攻撃されて、切腹を強いられた。同じ年、追放されて出家していた、インド殿心が起産し、よりふさにより原則を許されて、未作守るの通称を与え、上村児党、上村上司とした。a 六二年、1559年、 この頃に、縄市によりたびたび八代を攻められるようになった。また5月には、来た氏らの反乱以降に、関係の悪化していた、岸狩氏により水俣城が落城するが、翌年7月に、天草の上津浦氏の仲介で、水俣内の屋敷との交換により取り戻した。A62 年の5月から8月、人吉奉行の東町景と、 マルメラエビの風和が家中を二分する内分に発展した。発端は、ライビの母の侍女をめぐった色恋沙汰であったが、より房を擁立した長兄に対し、ライビは、湯の前城主、東直政日向まさ、の大河内城主那須武装尾小崎城主、那須武春向山城主、那須武綱らに支援を求めて、河嘘の原で戦って敗北。ライビは日向に逃亡して、 伊藤義介に仕えた。永禄三年、1五百六十年十一月二十八日、頼草は、相良義主ゲの四女、千代菊との婚儀を八代で取り行った。翌年より頼草は、とう海守るを称するようになった。永禄五年、1五百六十二年、伊藤義介に領地を散脱された北原氏のために、島津氏と名約し、 島津高久と北郷時給と協力して北原氏の給料回復のために派兵した。相良軍は日向、漫画田城まで兵を抜き北原兼近を井野城に入れることに成功。さらに、島津氏、北郷氏と相互扶助を訳し、白鳥神社にて起承文を取り交わした。しかし、翌六六年、1563年に兼近の叔父、佐衛門野城が、 伊藤氏と相良氏を迷惑させ、いいのから、島津氏を追い出そうと図り、また東郷相模神の仲介を得て、同年の4月14日相良氏は、伊藤氏と共に、島津氏の大名人情、大民資類を落とした。これにより島津氏との関係は悪化した。A67 年、1564年2月11日より、島津氏の信仰が開始されるようになる。 義王は固く城を守るよう命じていたものの、この時大口城の常盤をしていた赤池町人は逆に島津市の領地や兵を進めて、はずが、お城、はずお城を攻撃し、出撃した薩摩勢を一撃してから退いている。この時東、では守るは外交役として必死狩りに来ていて、対応を誤り出歩にしたが、後に相良氏の追手により成敗された。一方、 義王自身は、この頃、天草における指揮市、相本氏、有馬氏の連合軍との戦い出陣しており、さらに、縄行教の死後に起こった縄氏の内紛、内川氏の追放に介入して、豊福城を伺っていたが、この時は撤兵。同年2月、将軍、足利義輝から14位した、修理大部の官位と、変記、義の一時が与えられて、義より、義より、さらに、 儀王と名乗った。このことは、相良氏の大友氏からの自立志向を示すものと評価されており、周辺諸国に衝撃を与え、大友総林と島津義久が室町幕府に激しく抗議をしている。なお、相良氏の資料からは、島津氏からの抗議の記述は確認できない。儀の字そのものは先々代、義しも与えられているため抗議の理由は、相良氏は、 十五位下が通例であるのに対し、十四位下へ除任されたことが異例であったためで、ないかとされる。だがその後も室町幕府に献金はを行っていたようで、織田信長が中央で勢力を伸ばして、足利義明を擁立し、二条城修築の費用を諸大名に求めた際には、相良氏の朝廷への控訴七年分に当たる費用を、剣じている。義から義と名乗るようになったのは、 天正二年、1574年8月15日からで、ある。永六八年、1565年、改めて出陣し、縄行事家を売って、奪われていた豊福城を回復し、この時三船で、海高し運と、久しぶりに改名した。永6十年、1567年11月24日から25日、島津勢が、菱狩氏を征伐すると、 ひしり氏は十二に及ぶ類を地差し退去して、大口城へ逃れ来る。翌六十一年、1568年、赤池町人は、ひしり勢と共に、大口城を攻めてきた島津勢を破るが、六十二年、1569年5月、この時の常磐であった、深見雷巾の勇めを無視して、剣豪で有名な丸目、長主内田伝英衛門らが、島津家久と交戦し、 大敗を喫した。また、伊藤氏が伊藤義行の休止により7月に、正木により退去したこともあってか、佐原勢は9月に大口城を改城薩摩における領土を失い、菱し氏も島津氏へ降伏した。これをきっかけに、島津氏は12月28日に、統合し入木院氏を降伏させて、薩摩統一を果たす、城の明け渡しは、翌1月、 元気三年、1572年の木崎悪合戦では、伊藤義介と連合して、島津義弘を挟み撃ちにする計画であったが、義弘の奇襲によって、伊藤軍が壊滅したため、慌てて引き返した。天正三年、1575年には、織田信長の依頼を受けた全関白、この江崎久が、相良氏をはじめ、島津、伊藤、大友の諸子に和解を進め、 連合して、毛利輝元を打つように説得工作に当たった。伊藤氏を滅亡寸前に追い込んでいた島津氏の反対によって、工作自体は成功しなかったものの、石棺家の長たる咲久の来訪は、相良氏始まって以来の大事件であり、感動した企業は咲久に進化の礼を取り、逆に咲久も、企業の朝廷に対する数形の純粋さに感動して、 島津義久に迫って一時停戦を受け入れさせたほどであったという。しかしながら、この和睦には、企陽の方が返事を渋っており、義久が先久の要請に従い、起承文を提出したことで、ようやく実現している。しかし、天正六年、1578年に、島津氏が大友氏を耳川の戦いで破ると、大友に組みする阿蘇氏への攻撃を開始し、被護国へ、進出。 天正七年、1579年になると、相良領へも戦火が及び、天正九年、1581年、島津義久が退去して、水俣城を包囲すると、義王は、足北軍を活上し、息子の相良忠房や相良頼房を人質として、差し出して降伏した。降伏した同じ年、島津義久より、阿蘇氏攻めを命じられた。義は、阿蘇の軍師、 三船上主である、海隆史と親友の間柄で、相互不可侵を誓い合っていたため出陣をためらって、いたが、島津氏からの再三の督促により、もはやその命に逆らうこともならず、白木妙賢者にて、そう運ぶと交わした生死を焼き捨てさせ、自らの死を祈願して出陣した。この時島津氏は、義王の忠誠を信じ、人質の相良忠房を繰り返している。相良軍は、 阿蘇市ので江次郎砂城、高交差県剣田城に進撃、義王は守りには向かない、京の元、響きが原とも、浮きと世の長糸石に本人を敷いた。領城が落ちたとの知らせを受け、総運ぶは義王の陣を奇襲、下がら勢は壊滅。義王は退却を進める家臣のことを無視して、将棋に座ったまま敵兵に切り殺されたという。京年十八、後を、 長男の相良忠房が継いだ。墓、首塚は、谷、二部が、谷ダ八代一子六町に建てられたが、被殺戦回通の折に、線路上に被らないよう馬鹿は5から六メートルほど移動され、遺品も人吉に移された。また、たらぎ栄昇寺に供養塔がある。また、京の玄、玄、宇宙寺と夜の町糸石の義業が打たれた地はもともと、王冠路で、その地位が、 人馬に踏まれるのを危惧した、インドヨリアスが、土手を気づかせ、供養費を混流した。現在は、相良道王として祀られている。相良氏川の通説は、上記のごとくであるが、海氏の師匠、響の幻滑船覚書によると、義王の出兵は偽装であり、海氏阿蘇氏と測り、島津軍を引き入れ逆にこれを撃つという密約があったと、記されている。ただし、 島津氏側でもこれを疑っておりその策に乗らなかったとの記述が九州期間の十二にあるため、義王が今日の元に出陣したのは島津義久と書いた家集の両親に疑われた苦悩もあったのはないかと人吉氏は記述している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。